梅雨が明ければ打ち水。今年の梅雨は、各地で信じられないほどの災害をもたらしました。次にやってくるのが、猛暑の夏です。熱中症で倒れる人もたくさんいるでしょう。気がついた時には、自分では体の自由が効かなくなります。水分補給が、大事です。トイレが近くなるから、嫌だと思う人がいるかもしれませんが、命あってのものだねです。これからは涼しく過ごすことが、夏を乗り切っていけます。その一つに打ち水があります。特に都市部の熱は、尋常ではありません。エアコンの普及に伴い、伝統的な手法は忘れられました。家の玄関前などに行う打ち水だけで、十分な効果は期待できます。打ち水はその場所の熱を奪い、涼風を生みます。早朝や夕方などの暑すぎない時間帯に行います。直射日光の当たる日向では、すぐ蒸発するので、日陰になる場所を選んで打ち水をします。あまりしている人は見かけませんが、ベランダや外壁、すだれ、よしずなどにするのも効果的です。涼風を感じたら、窓をしばらく開けておくといいでしょう。打ち水の水は、風呂の残り湯や溜めた雨水などを利用すれば、節水になります。ついでに、エアコンの室外機のホコリも洗い流せば、運転中の消費電力を抑えることができます。備えあれば憂いなしです。かくして打ち水の文化は継承されていきます。